横湯川沿いの和合海間祖と夢荒湯う渋温泉は、長野県下高井郡山之内町にある温泉。一帯は、湯田中渋温泉郷と呼ばれる温泉郷である。渋温泉の旅館35県祖という9カ所に対し、源泉の本数は37カ所にも及ぶ。いずれの源泉も高温で、60摂氏90度ぐらいある。 源泉によりおのの泉質が若干異なり、効能も異なる。ヨ間瀬川支流の横湯川沿いに温泉街が広がる。横湯川沿いの大型宿泊施設のほか、石畳の道に木造建築の旅館が並ぶ。また、外湯巡りが有名で共同浴場は9軒存在し、一番湯、初湯、二番湯、笹の湯、三番湯、綿の湯、四番湯、竹の湯、五番湯、 松の湯、六番湯、目洗い湯、七番湯、七三沢の湯、八番湯、新名滝の湯、九番湯、大湯とあり、それぞれ選出、効能が異なる。いずれも宿泊客及び地元住民専用であり、どの浴場にも共通鍵がかけられている。渋温泉の宿泊者には、無料で外湯の鍵が貸し出され、苦労を流すと言われる。 九つの外湯巡りを楽しむことができる。純欲祈願手拭いという手拭いと浴場の共通鍵を持ち歩きながら湯巡りをする。各浴場においてある朱印を押していき、九つの浴場すべてにて受けしるしたらその手拭いを持って、大湯前の高台にある公約史に参詣すると万願上就すると言われている。また、番外役等。 信玄鎌風呂にも受け印書があり、純欲祈願手拭いにも欄が設けられているのでさらに、巡ることもできる。2006年7月1日より、日帰り客用に、9番湯、大湯が、有料開放された。渋温泉旅館組合事務所、または、渋温泉有料駐車場管理事務所にて、入浴券を販売している。入浴券を裏面に記載してある、大湯周辺の旅館。 商店に提示すると、大湯の鍵を開けてもらえる。日帰りの入浴時間は10から16時。他の外湯については引き続き日帰り入浴客の入浴はできない。大湯の他に、宿泊客以外の人でも入浴可能な日帰り入浴施設、新玄かマフロと石の湯の2軒が存在する。新玄かマフロは温泉時境台に存在し、虫風呂を楽しむことができる。 ただし、女性の場合、大湯の脱衣所の脇に虫風呂への入り口があるため、共同浴場でも虫風呂が提供されていることになる。石の湯は、喫茶店を兼ねた施設で、石積みの浴槽が特徴的である。大湯上部に、足湯の太丸が無料で存在する。平家湯伝説によれば、1300年前に、行器が発見したとされる。 戦国時代には数多く存在する武田信玄の隠し湯の一つであった。武田信玄の寄信によって温泉寺が開かれ、川中島の戦いの檻には傷ついた兵士を療養させた場所でもある。江戸時代には佐久間正山、小林一佐、葛飾北斎などの文人がこの地を訪れた。修行時代の伊集院光がしばしば師匠のお供で訪れたり、 修行の一環として、巡業を行っていた。しかし、落語よりももっぱら、似顔絵描きをやっていた。本気のコラボ再び、モンハン新州支部温泉が前回にも増してすごい。255枚の写真で送る、モンスターハンター長野新州支部温泉、モンハン支部の里プレスツアーレポート今回も、本気のモンハン新州支部温泉コラボでは、 季節ごとに異なるイベントが目白押し。モンハン支部の里で年中かろうぜ。のレポート兼ツアーガイドを掲載。モンスターハンター長野新州支部温泉。モンハン支部の里。モンハン4。支部温泉グランドフィナーレイベントリポート。読売新聞土地議版2021年4月8日26面。地域力掲載。ありがとうございます。